文政公主は、唐の御子で、一番の孫前安保の第二皇后。634年、一番は唐に大使公主を迎えたいと申し出た。しかしこの時は、都欲婚の妨害にあって実現しなかったため、638年に、孫前安保は都欲婚へ兵を送って攻撃し、その上で効果を迫った。これにより、唐が妥協し、640年に文政公主を送ることとなった。 公主は、孫前元保の息子であり、当時大いにあった軍孫軍前の妻となった。六百四十二年に王子万村万前を設けたが、その翌年に、軍孫軍前王は、落馬が原因で急死した。公主は、ラサに、ラムチェジを建て、唐から取り寄せた釈迦牟尼像を祀って、夫の母体を弔った。夫の死から三年後、文政公主は、軍孫軍前王の死によって、 再び王位についたソンチェン元保と再婚した。再婚までに3年の期間があるのは、母に服していたためと考えられる。ソンチェン元保との結婚生活は649年の王の死によって、わずか3年で終わりを迎え、マンソン・マンチェーンが即位した。マンソン・マンチェーンの死後、680年頃に成去現代では、文政公師を、 観音菩薩の涙から生まれたタラ菩薩の化身とする見方もある。ありがとうございます。